山本熊吉大正10年2月2日は、日本の監視人、政治家、鳥取県最白郡堺町長、鳥取県会議員、軍会議員、町会議員、公壁湾、堺町長、山本良の父、川天と航する、資産家の出身、明治32年7月堺町長となる、病気のため、明治33年4月町長を辞任したが、 同年花町に電線病院を建設した。さらにこの年縮岸の鉄道敷設工事着工に伴い、県営の荷上げ場拡張工事に着手した。明治36年この荷上げ場工事の完成と、朝鮮貿易を目的として設立された、堺貿易株式会社への補助金確保のため、町を挙げての選挙で県会へで、よくその任務を果たした。以来連続5期を独占。 県下声優会のリーダー、政財界の重鎮となった。大正8年、第27代県会議長に就任し、折からの執行運動の先頭に立って活躍中、53歳で、急成した。壁腕は、少年時代に、村上松村に学び、長寿で松村と共に、鴨もめ社を創立して、監視の進行に努めた。大正9年11月には、 戦勝銀社に加盟した。堺地区には港の発展に伴って江戸時代中頃から転入者が増加した。明治以後は特に著しい。山本、田中、森脇、寺本、池田は主として島根県の沖、八塚領軍からの転入によるものと思われる。大正7年の弓浜地主会役員名簿に熊吉の名前が載っている。 明治44年府駅村井北の一丁九家村の地主を会員として弓浜地主会が結成された。従来は小作あけ口を渡村、正直上門、大志野津村、安田福志郎の二人で決めていたが、これ以降各村の代表が私の正直に集まって小作あけ口を相談するようになった。長男、山本良 ABCDEFG。 堺港市市長官、ハット AB、堺港市下官、堺港市市長官賞は61年375ページ、堺港市市長官賞は61年875ページ。ありがとうございます。